ニーケーニュースです。5月11日から新潟市中央区時メッセで開催されていた G7 主要7カ国財務大臣中央銀行総裁会議が本日をもって幕を閉じました。開催3日間を通してアメリカで3月から相次いだ銀行破綻が金融市場にどのような影響を及ぼすのか、ロシアの軍事侵攻が続くウクライナへの支援体制、途上国への債務問題で意見が交わされ、改めて G7 の結束を確かめ合う機会となりました。この日の午前は保健、経済安全保障、国際課税などについて話し合われ、午前の会議を終えて昼食の後共同声明が採択され、鈴木俊一財務大臣、植田和男日銀総裁、神田正人財務官が記者会見を行いました。鈴木大臣は、財務トラックにおいて G7 の結束が改めて確認された、金融システムの問題やロシアによるウクライナへの軍事侵攻が世界経済に及ぼす影響など数々の課題がある中で、別々の方向を向くのではなく、さらなる結束によって対応していこうという確認がなされたことが大きい。この成果は次に広島で行われるサミットにつながっていくだろうと総論で述べました。また開催地となった新潟市について、市民の皆様から多大なご協力をいただいた、参加メンバーの中には今回初めて新潟という地名を知ったという人も多かったが、食事や花火など文化を心から楽しんでいただくことができたと、世界に向けて存分に発信できたことにも触れていました。日銀の植田総裁は、これまでの資源高の影響を受けつつも持ち直しており、消費者物価は今年度半ばをめどにプラス幅を縮小させていく見通しであること、物価安定についての持続的安定的な実現を目指して金融緩和を持続することなどを説明させていただいたと話しました。ニーケーニュースでした。